はい、皆さんこんにちは、榊篤史でございます。これは gg.com に昨日ですね、昨日お茶は一昨日か26日ですか、一昨日に出た記事ですね。日系企業広がる帰国支援、中国当局に危機感を訴え断じ視察1週間ということで、中国広東省深圳で日本人学校の男児が視察された事件から25日で1週間。同国では6月にも日本人母子が襲撃される事件が起きており、日系企業の間では駐在員の一時帰国支援などを決める動きが相次いでいる。進出日系企業で構成する中国日本商会がこのほど中国当局と会合を開き危機感を訴えていることも分かった。パナソニックホールディングスは事件直後、会社負担で駐在員らの一時帰国を容認した。この他に複数の日系メーカーが同様の方針を決定しており、警備員の増員を検討しているカウンセリング窓口を新設したといった声も聞き上がる。日系商社の関係者は事件を受け、中国への赴任や出張を望まない社員が増えていると話す。商会と中国政府、日本商会ですね、日本商会と中国政府の会合は先週開かれており、こういった懸念も伝えられた可能性がある。そんなの伝えてもしゃあないの。まあ要は日本企業がですね、日本人の一時帰国に対して支援をしていると。まあ簡単には一時帰国と言いながらも家族は返してしまえという雰囲気になってるんでしょうね。当たり前やんそんな。もうこれ2回目ですからね、短い間に2回も日本人学校のですね、子供が襲われる事件が起こって、1回は亡くなってるわけです。これから起こらないとも限らない。で、中国は一向にですね、反日教育をやめる気配もないしですね、反日的なですね、扇動する書き込みをですね、とどめる気をこう消して回ってるという感じでもないんですね。あんまりひどいのは消してるみたいですけどもですね、結局ですね、中国当局はですね、まあ目先手先のできることしかしないんですね。日本人学校にの周りにですね、監視カメラいっぱいつけてですね、変なやつがうろつかんようにしているというだけで、それだけで防げるでしょうか。まあ、私はですね、この事件がですね、中国でですね、メジャーに報道されていないわけであってですね、そうメジャーに報道されてですね、大々的にですね、報じられていない限りにおいてですね、何回でも起こると思います。そういうおバカなやつらっていうのはですね、そのなんていうか、あんまりそんなに自分がこれからやろうとすることに対してですね、調べたりしませんからね。ということは、俺は日本人殺したんだよみたいな思う、もうこうクレイジーなやつがですね、あまり考えもせずにですね、日本人学校の、まあ、生徒と見られる子供を襲いかかるということはあり得ますからね。十分にあり得ることであってですね、まあですね、起こりますよ。もう次起こったらアウトですね。日本人は家族みんな返せとなります。でも中国はいやいやって、まあだっていつ大人が襲われるかも分かりませんしですね、過去に中国は何回も反日暴動を起こしてるんです。それも政府主導でですね、政府主導で起こしてるんです、反日暴動なんでですね、これからそれが起こらないとも限らないわけであってですね、政府主導でやらなくてもですね、そのこのなんていうか自然発生的にですね、反日暴動が起こらないとも限らないわけです。まあ、それを醸成しているのは政府の反日教育であって、今まで散々やってきた反日映画、反日プロパガンダのテレビドラマですね、嘘ばっかりですけど、あれによって頭くるくるパーにされている人間がいくらでもいるわけなんですよ。だから危ない国なんですよ、中国というのはですね。だから一時帰国とか言わんとですね、もう即刻もう全員退去ですよ。総員退去でないと、またいつ何が起こるか分かりませんしですね、中国政府が反日プロパガンダ、反日教育をやめるとは思いません。なぜ彼らは今までの間違いを認めるというなんてことはありえないですからね。なんでですね、これはここはですね、どんどん撤退をすべきであります。ただですね、残りたいという人なら残ってもいいと思いますけど、家族は返した方がいいでしょうね。家族は返した方がいいです。でもあともう中国で、まだですね、留学してる人もですね、帰ってきた方がええんちゃうんかなと思いますよ。北京語が学びたいんであればですね、台湾に行けばいいんですよ。同じですから。
ついでに台湾のですね言葉を覚えれば、あの漢字を覚えればですね、中国の漢字体なんてもう楽勝ですよ。なんでですね、今は本当にね、ここ数年でですね、中国はどうなるかわからん。まあ騒乱は明日始まっても不思議ではないというのが現状なんですよ。ですからですね、まあこれはもうね、どんどん引き上げるべきであってですね、市長最小限の人員だけ残して、それもですね、おっさんたちは残ってですね、それはしゃあないや、お前ら中国に進出しても、それはそれくらいの危険分担せえよと。ね、もう家族なんかも全部引き上げて、日本人学校も閉じるべきでしょうね。危険地域です。日本人や外国人にとっての危険地域、特に日本人が一番危険なんです。今日別の動画で言いましたけど、中国人の50歳以下の中国人の7割から8割は反日思想に染まってるんです。で、頭の中で日本人はと思ってる連中なんです。そんな国、世界にですね、韓国だけ他には韓国だけ、まあ北朝鮮も入ってますけど、北朝鮮はそれどころちゃいますからね。で、日本とは交流ないんでですね、もう韓国とですね、中国はですね、何が起こっても不思議はない国なんです。でしかも両方とも法治国家ちゃいますしね。で、日本相手にやったら何してもええと思ってるぐらいの国ですからね。もうそんなところにですね、のこのこと出かけていったりですね、これからビジネスを広げようなんて思わないでですね、どんどん撤退すべきですね。そうでなくても、この後の中国のマーケットってね、もうぐちゃぐちゃになる、なっていく過程に今あるんですよ。で、この後の中国はもう混乱期に入っていくと思います。つまり今まではこう平和で社会が安定しているっていうのは前提だったんですけど、この後は混乱ですよ現にですね、もう失業者が溢れているわけでしてですね、で金持ちはどんどん逃げ出しているわけであってですね、で地方では暴動をめいたことが起こっているわけであってですね、これからそれがですね、町、大きな町へとですね広がってきてですね、で最後にですね、北京や上海でもですね、日常茶飯事のように、市民のちょっとした暴動が起こるみたいなことになってくると、あるいは騒乱が誰の目にも分かってくるようになると、もうそこはもうアウトですそこまで行ったらかなりもうやばいというのです。そうなったらですね、変な話、飛行機も飛ばせなくなるんですよ。じゃあ本当帰ってこれなくなりますから、もうだから今のうち、今はまだ飛行機飛んでるわけですからね、今のうちにもう家族は全部返すべきですねで残ってる人もですねいつでも逃げられるように準備はしておくべきだと思いますよ。もうね、そこまで来てるんですよ。なんで気がつかないんでしょうね、ほんまに。はい、ということでこの G.com 日系企業広がる帰国支援むにゃむにゃというところのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。